クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。千田藤夫です。今回は私の奇跡、体験のお話です。サラリーマン時代の頃のことです。ある日、急ぎの材料が入りうだったので、行きつけの問屋へ材料を買いに行きました。問屋の前に車を止め、買い求める時間は5分ぐらいで済むので、 車のキーを抜かないで店に入りました。このことが大問題に発展したのです。材料を買い求めて車に戻った頃、店前にあるはずの車がありません。え、嘘と思いました。車は盗まれたのです。私はパニックになり、呆然と 立ちすくむばかりでした。それからどれくらい時が経ったでしょうか。はっと我に返りました。普通でしたら即警察に電話をするでしょうが、私はクリスチャンなので、神様にお祈りをしました。具体的に祈りました。 神様、私の不注意で車が盗まれました。このことも感謝します。神様、車内に営業カバンがあります。その中には、得意先から集金した小切手現金が入っています。額面にして約250万円ぐらいです。 神様、早急に車が見つかり、カバンも無事戻ってきますように、と祈る中、神様からの思いが来ました。この道をまっすぐに進みなさい。言われるまま歩いていると、三百メートル先の空き地に、 車を発見しました車内は乱されておらず手付かず状態で放置してあり営業カバンは無事でした私は思わず大声で「神様感謝します」と叫びました神様は祈りに 答えてください神様の奇跡を体験しました神様に感謝しますそれではまた。